公益財団法人吉野川紀の川源流物語の村上渉さんにプレゼンテーションをいただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。拍手お願いします。皆さんこんにちは、大阪から来ました、村上と申します。今日はよろしくお願いします。今回はこのような賞をいただきありがとうございます。ちょっと今日はあいにくなんですけども、奈良県川上村の人たちが来ることはできませんでしたが、村長をはじめ今回受賞した財団の理事長の方からも皆さんに感謝の意の方を託されてきております。私のことについてはちょっと後ほど簡単に触れさせていただきますので、早速本題に入ります。今日もう何回目だと思うかもしれないですが、この中で紀の川ご存知の方いらっしゃいますか？結構秋田と春ぐらい、秋田に行ったことある人と春ぐらいの方が手を挙げてくださってるんですが、今日はもうとにかく紀の川がどこにあるかということを覚えて帰っていただければなと思っています。関西にあります。これ紀伊半島の地図なんですけども、だいたい紀伊半島のど真ん中にある、奈良県川上村というところを源流にして、和歌山県和歌山市の方に、流れ出ています。で、今回の事業はこの川上村が言い出しっぺとなって始まりました。で、ちなみにこの紀の川なんですけども、奈良県側では万葉集に歌われた名前を大切にして吉野川というふうに呼んでいます。で、この川なんですけども、これだけの地域に水道水とか農業用水となって水の恵みを届けてます。で、最後は海まで注ぐ全長136キロの一級河川です。上流域では吉野杉っていう上質な木材で知られている吉野林業が盛んです。中流域では農業、そして下流域ではシラスとかタイが有名なんですけども、質の高い漁業とどこの地域流域をとっても質の高い一次産業をつないでいることがこの川の一つの特徴でもあります。ただどこの地域でも一緒だとは思うんですけども、この紀の川吉野川流域でも少子高齢化とか過疎化といったことに影響を受けて、地域産業の持続がやはり課題となってきています。で、これによって地域に暮らすなりわいとか、そのなりわいがあることで維持されている景観ですとか、でそこで人が暮らすことによって、自然と対話する中で培われてきた、技とか知恵といったもの、そういったものが、次の世代に受け渡すのが難しくなってきているというような状況があります。で、そこで私たちはこの林業、農業、漁業を元気にすることで、地域の自然、風土、文化を次の世代に渡していきたい、そういうふうに考えました。そこでまず取り組んだことが、この一本の川によるつながりを見える化するということです。源流の村で生まれた水がどこへ流れてどんなふうに役に立っているんだろう、そんなことをみんなで分かりやすく考えることからスタートしたい、そう思いました。で、具体的にやったことは、この136キロの川を一つの商店街に見立てました。それぞれ流域、産地としてはなかなか有名なんですけども、産地と消費地がつながっているだけで、川を横に見たときに横の産地同士のつながりというものが、あまりありません。例えばこの一番右側の、源流部川上村では林業は盛んなんですけども、村の 96% が山林なので平らな土地がほとんどありません。なので、田んぼが1枚もなくお米はできない。だから地元のものを食べましょうと言っても、もう鹿肉かイノシシの肉しかない、そんなような村です。ただそれを、その地域という括りを流域ですね、海までつながっている山から海までという範囲を一つの地域として、その流域での、地産地消をしようということであれば、米も野菜も果物も魚まで取れる、そういった中での、循環ができないかということを考えました。そこで、木こりや農家さん、そして漁師の人たちと一緒になって、この紀の川印といういわゆるブランドを立ち上げました。で、このブランドでやっていることは、できたらこの名前をつけてどんどん外に売り出していって外貨を稼ぐっていうようなことをやりたいんですけども、まだそこまではできてなくて、山に住んでるけど海のものが買えるとか、海に住んでるけど、大地のものが買えるとか、そういった流域内での循環から、取り組んでいこうということをしています。で、その一環として、今年はスタンプラリーを開催しました。
開催しています今も。この136キロの流域の中で、それぞれの販売拠点をめぐって、スタンプを集めてもらう。そうすることで、売る側も買う側も、あ、こういう流域っていう括りがあるんだっていうことに気づいてもらう、楽しく気づいてもらう、そういった取り組みに、取り組んできています。で、私先ほど136キロの流域での地産地消と、簡単に言いましたが、東京から136キロっていうと富士山まであります。なかなか簡単なものでは、ないと思います。で、その時のポイントは2つあるかなと思ってまして、1つはこの飯田しっぺの川上村、もう20年前から私たちは下流域にきれいな水を流しますと水源地の村づくりを掲げて、取り組んできました。その中で流域の人たちとのつながりを大切に育ててきています。で、もう一つが、昨年環境省の、地域活性化に向けた共同取り組みの加速化事業というものの採択を受けまして、これを進める中で流域のさまざまなキーマンの方たちとのつながりが、深めることができました。実際これだけの方たちと一緒に、昨年は活動しました。あ、はい、わかりました。で、この中の私がいた場所はここですね。この実は去年の春まで、あ、今年の春まで奈良県川上村の地域おこし協力隊として、野菜販売の朝市ですとか、流域の産品を販売するといった事業を立ち上げました。で、それがきっかけとなってこの事業に参加させていただいてます。で、話がちょっとずれましたけども、こういうふうに緩やかに行政も巻き込みながら学校の先生とか、民間企業団体とも情報を共有して、それぞれの地域で多様な主体が集まって事業を進めていきました。で、そこで芽生えたのがお互いの存在を意識するということでした。それがその後の動きにもつながってきています。で、この環境省の事業で何をやったかというと、地域の産業を生かした教材化ということを目標にして取り組みました。実際には上中下流域で聞き取りとワークショップを行って、学校の先生に声をかけ、山の達人、漁師、農家に会いに行くということをしました。で、そこから学校の先生と一次産業の事業者、やってる人がつながることで、教育につながったりとかできたらいいなというような考えがありました。こういうふうに最初に話した、産業だけじゃなくて教育の方にも広げることで、広がりのあるつながりがどんどんできていったかなというふうに思います。で、今後なんですけども、先ほど商店街の例えで言いました、136キロの長い商店街、これの、店主たちがつながるには、とてもまだまだ時間がかかると思います。去年から始まった取り組みなのでまだまだ時間がかかると思います。さらに物が売られることで産業を元気にするということは、簡単ではないと、そういうことも承知しています。で、さらに紀の川というのは、例えば四万十川のように清流、きれいな川のイメージで商品に付加価値をつけるものではないです。森、里、海のつながりやその背景で持続させることの課題というものを生活者に知ってもらって、例えば価格は少し高くてもこの水が流れていってる先で作られているものだから買うわ、流れてきた先で作られているものだから買う、そういった行動の選択を根付かせていくことが、私たちの狙いでもあります。で、生活者、流域の産業と環境、みんなでよくなる、みんながよくなる、そういったプラットフォーム作りを、これからも目指していきたいと考えております。今日はありがとうございました。発表ありがとうございました。どうぞステージにお越しください。こちらどうぞ。こちら見てください。はい、流域全体でこう盛り上げていくというところは非常に印象的だったんですけども、実行委員会の皆さんにちょっと好評をいただいてみようと思います。続きまして実行委員会の増田先生にお願いします。はい、とても綺麗な ロゴがあったりして、整理されて分かりやすいんですけども、で、川を、まあ、川には県境ないわけですよね。はい、名前が変わろうとどうしようと川は川なん で、おそらく昔は山で木を切って、で、木を流して、で、下流域まで行って、で、海の塩を持って山に戻ってくるっていうこともしてたと思うんですね。で、そういう流通があると同時に、私はやはりせっかくその長い流域の商店街を皆さんに知ってもらうためにはやっぱ文化が大切だと思います。ですから、その各流域での、例えばお祭りだとか、あるいは文学にもたびたび登場する川だと思いますし、歌ですとかですね、昔から その文化を織り交ぜながら一つ の商店街の姿を作っていかれるということをぜひお勧めしたいと思います。
ありがとうございます。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。